こんにちは、ライターの佐藤亮と申します。普段はですね、自転車関係の記事を書いているライターなんですけれども、今日はですね、スバルレヴォーグプレゼンツ、ジャパンカップサイクルロードレースというのがですね、今日から3日間宇都宮で開催されるんですけれども、その会場に向かいがてらですね、僕普段から自転車乗ってますんで、その自転車乗りの目線からですね、どういった車なのかというのをお伝えできればなと思っております。では初め外観についてちょっと印象を語ってみたいと思います。まずフロントマスクなんですけれども、非常に円柱効いたアクティブなスタイリングになっていると思います。スバル特有の六角形のフロントグリルがこうついてますけども、アクティブなんですけど、なんとなく品がいいというか、上質さを保ったステリアになっているなという印象でした。ではちょっと横からこう後ろに回り込んでみて、キャラクターラインとかこうライトの形状とかがこうすごくこうシャープにできているんで、こうのっぺりとした印象がやっぱりないですよね。全体的にこう引き締まって見えるというかですね。でレヴォーグそんなに大きい車じゃないんですけども、サイドのフェンダー、リアフェンダーのところをこう張り出したりしているので、ダイナミックに見えますよね。では西の方を見ていきたいと思います。まずフロアなんですけど、すごい平らで、使いやすそうですね。幅も結構ありますし、床下がですね、すごく、容量があってですね、こういうふうにこう別にこう分けて入れられるというのはすごく便利だと思います。あとですね、自転車乗り的にすごく印象が良いのはですね、ワンアクションでですね、セカンドシートを倒すことで、より荷室を広くできる。自転車を持っていると入れるときに手が塞がってて、前に回り込んでとかすごく難しいので、ここでできるっていうのはすごく便利だと思います。では運転席からの印象、ちょっとお伝えしたいと思います。まず視界の良さですよね。乗った瞬間にこう感じるのは、あとこの、ミラーの前にこう三角窓があってですね、交差点でも歩行者すごくこれだと見えやすいと思います。あとボンネットがね、しっかり先まで見えるっていうのも僕的にはポイントが高いかなと思います。あとはスバルデジタルコックピットというのがついてまして、視線を移動することなくね、メーターパネルに様々な情報を映し出すことができるんですけども、ナビだったりとか、アイサイト X の起動状態をモニターできたりとかですね、視線を移動することないんで、非常に安全に運転できるなと思いました。今駐車場のですね、そんなに広くない通路をこうゆっくり走っているんですけれども、こういったところでね、視界がいいっていうことですごくこう取り回しがしやすいですね。今結構な坂道に差し掛かってるんですけれども、こうした時にこう踏み込んだ時の加速力ですよね。1800cc なんですけれども、坂道をものともしない十分なトルクがあると思いました。あとはこれ走り出す前から印象的だったその視界の良さですね。走ってる時もね、それは変わらずですね、走っててすごく安心感がありますね。今車線変更してみたんですけども、目視でこう横向いた時とかの視覚がやっぱ少ないので、すごく安全に車線変更できるなと思いました。これシート、レザーシートなんですけれども、すごくホールド感があって運転しやすいですね。体がこうぶれないですし、座り心地もいいんで、すごく印象がいいです。あと乗り心地ですよね。ハンドリングが結構、スポーティーな感じはするんですけど、こうゴツゴツと突き上げるような感じもなく、常にこう上質な乗り心地を保ったまま走れるっていうのは、これ長距離走った時とかにすごく疲労の低減につながるんじゃないかなと思います。先行車発進しました。今信号待ちからの発進がちょっと遅れてしまったんですけども、メーターの画面表示と音声で教えてくれましたね。こういうことね、うっかりあると思うんですけども、すごく助かりますね、こういうのがあると。今高速道路を走ってます。ちょっと前が空いているので、アクセルを、ちょっと踏み込んでみようと思います。結構ですね、踏むとガツンときっちり加速してくれるという感じですね。リニアな感じで、すごく車速のコントロールがしやすいですね。まずこういいなと思うのは直進安定性の良さですよね。レヴォーグ、フルタイム4駆なんですごく安定してますよね。高速道路のですね、ちょっと道の悪い荒れた部分とかを通ってもですね、衝撃というのが、ハンドルに全く伝わってこないで、こう車がこう自分でこう直進を安定性を保っているような、そういう感触があります。今右側が空いているので、ちょっとレーンチェンジしてみたいと思います。
はい、いいですね。切った分だけちゃんと車が動くという感じで、レーンを変えた後もですね、揺すられるようなこともなくですね、またきっちりすぐ直進状態に戻ってくる、すごくいい感触だと思いました。このレヴォーグにはですね、アイサイトをさらに進化させたアイサイト X というものが搭載されているんですけれども、起動させてみたいなと思います。今アイサイトツーリングアシストを起動させた状態です。加減速はですね、すごく自然でですね、まあ、乗っていて不安感がないですよね。でさらに加減速だけではなくですね、ハンドル操作も、アシストしてくれるんですよね。レーンの真ん中をキープして走ってくれる状態になります。こういった機能があるとですね、ロングドライブでもですね、疲労感が少なく走り切ることができると思います。今ツーリングアシストの状態で走ってますが、こちらでアイサイト X の機能の一つであるレーンチェンジアシストをちょっと使ってみたいと思います。ステアリングについているボタンを1回押すとですね、ウインカーをつけただけで、周囲の安全を確認した上で、レーンチェンジをアシストしてくれるという機能なんです。人間だとどうしてもね、不注意で見落としてしまうということもあるんですけど、これならもうセンサーでね、車の状況を確認してからレーンチェンジをアシストしてくれるので、安全にレーンチェンジできると思います。またね、レーンチェンジそのものもすごくスムーズですよね。ハンドル切りすぎて戻して、揺り戻しで揺れるとか、そういう感じがないんで、すごく上手い人のレーンチェンジっていう感じでした。便利ですよね、これは。このスバルデジタルコックピットなんですけども、アイサイトとアイサイト X の車掌状況が表示されるんですけれども、それに加えてですね、隣のレーンとかに車がいたりとかすると、それもこうリアルタイムでモニタリングしてましてですね、これはステレオカメラとセンサーで周囲の状況をこうモニターしてるんですけども、これがあることでね、車の周りの本当死角がないような気がしますよね。もう本当に安全に運転できて、いやー、さすがスバルだなっていう感じです。はい、ではジャパンカップサイクルロードレースの、ニュートラルサービスで、レースをサポートしております、マビックジャパンの SSC の村上さんにちょっとお話を伺ってみたいと思います。まずですね、ニュートラルサービスというのは一体どういった、ものなのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、ニュートラルサービスとはですね、走ってる選手のすべてをサポートする車になります。まずチームカーが走ってるんですけども、選手一人一人にチームカーがついてないので、いわゆる選手がブレイクアウトした時、要はアタックをかけて逃げた時とかに、我々がいち早く選手の後ろについてチームカーが来るまでカバーするというようなサポートをしています。日本国内では1996年からスバルさんからサポートを受けて、レヴォーグがデビューしてから常にレヴォーグをレース会場で投入させていただいてます。今こうルーフにこうバイクとかホイールとかこう乗ってますけども、はい、こうした機材をこうサポートすることも、レースの途中でサポートすることもあるということですよね。そうですね、はい、一番多いのは、パンクに対する車輪の交換なんですけども、最近は自転車ごとの交換っていうことが多くなってきてるので、自転車を変えて渡して走らすと。でそれが逃げてる選手が、パンクトラブルが起きてもまた集団に戻れるっていうようなサポート、要はニュートラルなサポートをしてるっていうところですね。そうすると、選手と一緒にこう車で実際にこうレースを走られているような感じになるということですよね。そこでこう必要になってくる車の性能というのは、一体荷物が乗せられた方がいいというのは間違いないとは思うんですけども、はい、走行性能的なところでどういった部分が求められるんでしょうか。今屋根には自転車が4台、屋根の後ろの方にですね、ホイールを3本から6本で、さらに室内に、予備のホイールをまだまだ積まないといけないんですね。そうするといわゆるステーションワゴンと言われる形の車じゃないと荷物が積めれない。まずここが一つのポイントです。普通のステーションワゴンだと荷物を運ぶだけの車が多いと思うんですけども、ス
スバルのこのレボーグはですね、四駆でしかもエンジンもすごくパワフルでスポーティーな走りができるんですね。峠の下りなんか速い時は海外だと100キロそれを追従しないといけないんですよ。こういうスポーツカーに近い車体じゃないとやっぱり対応できないんで、長年このスバルさんのレボーグには助けられてます。それとやっぱり天候の変化ってすごいあるんですね。そうした時にやはりこの四駆で動いてくれるこの車体、ステーションワゴンの中で荷物が詰めて四駆でスポーツ走行ができるっていうのはやっぱりこのスバルさんならではのこの車体の良さっていうのは、我々ニュートラルカーとしては全てが揃ってる、パッケージされてるような感じですよね。長い時だとやっぱり5時間から6時間走るんですけども、燃費もすごく良くてですね、すごく、いい感じで走れます。はい、ニュートラルサービスって、まあ、日本全国の自転車ロードレースに多分されてると思うんですけども、そういった移動も結構大変なんじゃないかと思うんですけども、レース自体は、北は北海道、南は九州まであって、150キロ200キロのレースを走った後そのまま東京まで我々自走で帰るんですけども、やっぱりその時にレボーグスバルさんのこのアイサイトがですね、すごく安心安全で、まあ、我々の基地まで帰れるというような車ですんで、まあ、アイサイトも含めて、まあ、自転車レースをサポートするには、非常にこう適した車ということですかね。そうですね。分かりました、はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、スバルレボーグプレゼンツ、ジャパンカップサイクルロードレースが今終わりました。2019年以来の開催ということでですね、非常に熱いレースと応援が繰り広げられた大会なんですけれども、僕はですね、この会場来る前にまずレボーグを試乗させていただきまして、そのね、運動性能の高さと、実用性の高さ、非常に感銘を受けたんですけれども、今日はまたね、このレースのサポートとして、まあ、数え切れないぐらいのレボーグを走っていたんですけれども、自転車ロードレースのコースって非常にこう起伏のある、かつ左右のコーナーもたくさんあるようなところを走るんですけれども、そういったところもね、常にこうスタビリティを保って高速で駆け抜けられる、運動性能が高くて、まあ、荷室も広いということでですね、やっぱりレボーグまさにそういった用途にふさわしい車なんじゃないかなと思いました。ということでですね、自転車好き、自転車乗りの方にふさわしい要素が揃った車だと思いますね。僕自身も自転車を乗せて遠くまで走りに行くこともありますし、そういう時はね、アイサイト X みたいな機能がやっぱりすごくこう有用ですし、かつ、運動性能、まあ、走りの楽しさみたいなのもやっぱりサイクリストの方求める方多いと思うんです。僕もそうですし、やっぱ運転が好きですからね、基本的には。だからまあそういったことを全て求める実用性と高い運動性能、かつ、ね、レボーグこの、現行型になってね、上質感もすごく高まっておりまして、全てが揃ったすごくサイクリストに優しい車なんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんお試しいただければなと思います。ありがとうございました。